ってだろって、俺だって C カップぐらいだよマックス。ターボーとはその知らないよ。なんでそこでシュリポンって、そのさ、あのお前らさ、シュリポンに失礼だろな、キャバクラがおっぱうかな、そういうさ、俺が出してるとこに一本も入ってねえ人間の名前入れたら、こんなもの野郎ってなっちゃうだろ。また南警察が始まってる。だからちゃんと知れっつって、実ってねえだろ。もうね、D はダメ。俺 G だから。実ってねえからな。ああ。サーボーをキャバで接客しろ。ああ。いいね。俺がよ、お前好きなだけ飲めよって言いながら、俺トイレ行ったおきして、俺さーって帰っちゃうから。会計はあいつがやれるかどうかが。おつーだよな。ざまみそうだよ、お前よ。いや、もうこんなのやるんだったら、お前いくらでもやるんだよ。なんでターボーにごちそうしなきゃなんだよ、こんなの。へバカはや。ゆきつやってどうだよ。なめてるのかよ。おらん、きっちゃんの顔あったから、な。行き来だって話したのによ。まあ当の本人のおめえ、キイちゃんがおめえ俺と切れちゃったからもうしゃあねえな。だからすいません、行き来さん、やっぱりあなたもできんです。あと香川さん、あなたもできんです。以上です。決まった。殴る。うんよ。だって俺あっちに、あの、キイチのラジコン、すいません。一銭ももらってないんで。あ、ここで言っとくよ。俺キイチちゃんからもらった金って、多分30万ぐらい。ああ。だけど、お前ら、キイちゃん、俺の店来て現金払わなくていいようなシステムにしてるから。俺のチケットをその金で買ってるんだよ。だから毎回飲んだら、チケットだけ返してくだけ。あった?はい。以上です。そう、回数券。ああ、そういうことです。年パスやねえよ。だから、村ちゃん、あとこれまたって言って、ポンってここ10万置いたら、俺が20枚チケット渡せばいいだけの話じゃん。1枚5000円なんだ。はい、終了。何が大地を見せろだよ。てめえに見せる大地なんかねえんだよ。そんなもんよ、燃やしてよ、焼いてなくなってるわ。クソがや。おい。んなもんよ。ちょっとよ、ぼやっちゃって燃えちゃったわ、あれ終わりだよ。なあ、燃えちゃってんのもしょうもねえじゃん。たまに俺ぼやるからな。ああ、ここでうと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 寝てて、ああ火燃えてる燃えてるっつって、ああ、いやいいよ、燃えかすぐらいだったら見せるよ。ああ、あった。ええ。
だからそんなものはどうでもいいんだよ、お前らがよ。お前らって税金払ってないやつらに限って税金できるよ。どうしたの？どうしちゃったの？ねえ、おい、なあ、あ、この野郎、君は払ったことはもちろんです、もちろんです。もちろん。ノック誰かノックしたのかよ。まあスプレー持ってっちゃうからよ。お前誰だよ。誰だよ。今日のうなちゃんマンは、おい気をつけろよこの野郎、おい、わかったんかよこの野郎、クソがよ、あピッチャービビってる。いや、だから D、お前が来るんだったら開けておいてやるよ。本当に来るの？気もしねえくせに開けとけよはおかしいだろ。D ちゃん、え、何？鍵閉めんなよ、早く。だからお前来んだろ？来いよ。なあ、ざっくりやったからや、お前、この野郎。どうすんだよ！詰めんぞ、おめえのコメントしかもう読まねえからな、D。おい、来んのか来ねえのか。おい、どうすんだよ。何が芝居てあるからなんじゃねえんだよ、お前。何時に着くんだよ、この野郎。おじさんの店に何時に来ちゃうんですか？いや、泣かないから。もう、スマートに終わらせるから。おい、で、もうこんなのクソだな、だから電柱の陰から石投げんのはやめなって。ここへ来ればいいんだよ。カメラにお前もう全部映ってやっからな。言ったからにはやらなきゃしょうがねえぜお前よ。昼日なれできんなの？いや、まあちょいちょいな、あ、香川か、店やってんの、頑張って。じゃあ、な、キーちゃんも俺とはもう切れるって言って、で、ゆきしもゆきしであれだから、できんっていうか、まあ別に俺の店と、そっちは、それでいいんや。俺別になんかされたわけでもねえけど、お互いさ、頑張ってやれんじゃねえの。みんなポンプ入れたがるけどね。うん。頑張って。うん。さっきの言うけど、だって俺、カバーに喧嘩売ってねえよ。じゃあ、お前らが喧嘩させたいだけでしょ。あー、残念だったね。うなちゃんマンは香川さんと喧嘩しなくて。はい、残念。はい、思い通りに動かないラジコンです。ポンコツラジコンでしたね。はい、残念。以上です。諦めてよそ言ってくださいよ。諦めてよそ言ってくださいよ。
煽りが下手すぎんだよ、バカや。なつまらん、そりゃつまりませんわ。だってラリコンじゃないんだから。残念。いや、リスナーの思い通りには俺はならないよ。お前18年もこの放送やってるやつがお前らはどういう方向に俺を持ってこうとしてるかなんて、こっちがこうやって転がしてんだよ、バーカ。お前いつまでやってんの、そんなこと。無理だから。あ？あ？神様だからね、俺は。俺が遊んでんだよ。マゼ犬だったろ。マゼ犬？じゃあ、はっきり言ってやるよ。マゼは俺が犬にならなかったから、俺カットしたんだよ。せいぜい、な、透析、一週間に三回ぐらい受けて、いつ死ぬかわかんねえの体で、脳が光るてろよ、じじいや。サメ島の次はてめえだよ、おい。ふん、クソがや。あ、なにこんななってんよ、逆持ちでおめえよ。何これ、インスリンとか打ってんの。俺もうそれ見た瞬間にこいつもう長くねえなって思ったよ。糖尿おじさん、おつ。はぁ、ざまげろ。はぁ、俺は長生きさせてもらうわ。てめえらが死んだの後の子供、俺見たいから。ごめんね。